どうもこんにちは、こんばんは、私俳優をやらせていただいてます荒川芳之と申します。4月から YouTube でお通しの番組が始まります。お通しというあの居酒屋のお通しですね。よろしければ皆さん見てください。お願いします。今舞台の本番中でですね、下北沢の本田劇場というところでこのポスターのような芝居をやっております。年齢と出身47歳です。で、佐賀県です。九州の佐賀県というところで生まれて、そうですね、18までは佐賀で暮らしていました。そこから福岡行って東京出てきたと、そういう感じですかね。はい。主に、まあ、舞台今やってるんですけど、テレビだと何でしょうか、ドラマ、俺の家の話っていうのに最近は出ておりました。はい、それぐらいかな映像は。はい。お通しと、まあ、飲み物一杯と、一品料理ですかね。うん、それで、はい、やってます。まあね、メニューが特に多いところなんて、ちょっと魚行くか肉行くか野菜行くかみたいなものもいろいろ、そこ特有のなんかね、いろいろありますからね。ね、もうちょっとやっぱ一人だし、それであんまり量もどんな量が出てくるのかも何にも分かんないから、あ、やっぱあれ頼んどきゃよかったなっていうのもあるんでしょうけど、まあしょうがないですよね。そのぐらいのルールに縛られた方がなんか、うん、なんて言えばいいんだろう、見てくださいっていうことしかないですね。やっぱこう自分でチョイスしない食べ物とか、それこそ何でしょう、時期旬のものとか、なかなかこう食べる機会がないんで、あ、そっか、もうフキノトウとかね、菜の花とか、あ、春が来たんだなとか、そういうことを思いますね。で、あんまりこう下町といいますか、そういうところにもなかなか そこにで飲む機会があんまりなかったもんで、あ、やっぱ面構えがお店のなんかこう歴史があるじゃないですけど、うん、それは構えがいいなと思います。はい。でも最近ね、珍しいですもんね、ちゃんとお通し出す、なかなかもうチェーン店とかも、まあ、お通しなんかよく春雨とキュウリみたいなのはよく中華風のありますけど、ああいうんじゃないのなかなかないですもんね、凝ったお通しみたいな。はい。ちょっと変わったお通しとか、これ美味しいお通し出すお店なんかもしあったらね、教えていただければとか思いますね。皆さんが昔の昭和の CM とかそういうのばっかりですね、みんななんか、うん、誰かの昔のお笑いのやつとか、誰かがあげたやつとか見ますけど、うん、あんまりそんな見ないですね。チャンネル登録何個かあります。知り合いの、それこそシソンヌの長谷川のやつとか、それこそスチャダラのやつとか、なんかあと車のなんか分かんない、京都の車屋のやつとか分かんないですけど、なんかそういうの。YouTuber がどういう、あんまり、まあね、最近芸人さんとかもよくやられてるし、スポーツ選手とかも、果たして自分が何でしょう、 YouTuber って言えるのかどうなのか。でもなんか言ってね、その僕らが紹介したお店が少しでも潤えばっていうのはありますけどね、うん、美味しそうだなと思って見ていただければ。ちょっとこう家であんまり外に出れないで、見ながら晩酌がてらそういうの見ながら、ちょっと一杯とか家で家飲みみたいなしてくれればいいなとは思います。はい。じゃあもし、よろしければ
何でしょう、チャンネル登録よろしくお願いいたします。